できるものならなって言われるとすっごく悔しい。私決めたよ。私絶対いっくんのおじい様に会う。だよね。絶対に二人で最強の魔法使いコンビになって、そして追いつこう。ただ一つ大きな問題があるんだよね。私の彼氏は、世界を変える恋をしたイッくんは、そんな情けない顔は似合わないよ。うん、かなり。私、魔法の修行頑張って、カテゴリー5と呼ばれるような人たちを目指すよ。でも、恋も諦めない。これまで誰もできなかったことで、もしかしたら、私も恋をして世界を変えることができたから、恋を怖がらない。イッくんと恋をして結婚して子供を産んで、それでもすごい。できないっていうのが、もしかしたらこの世界の厳格な決まりなのかもしれないけれど、知らないもん。絶対両立する。イッくん、あの時みたいないい顔になった。私の大好きなイッくんだ。イッくん大好き。すっごいずぶ濡れ。そうだね。ほんと